モハンマド・モサテクは、イラン帝国の民族主義者、政治家、スイスで国際法の博士号を取得したので、モサテク博士として知られる、同国の首相にきつとめ、1951年に石油国有化政策を行った。それまで、イラン国内の石油産業を独占的に支配し膨大な利益を上げてきた、英国資本のエイックのイラン国内の資産国有化を断行した。 イラン国民は、熱狂的に、モサーテクを支持したが、エイックなどの国際石油資本は、イラン原油をボイコットし、イラン経済を締め付け1953年、アメリカの CIA や英国の情報機関、イラン軍の一部、カージャーニーなどがシャアを担いクーデターを結行、モサーテクを失脚させた。イランの首都となるテヘランで、ガージャール朝の園籍にあたるメーカに生まれる。フランスに留学し、 以来への帰国後に、イラン立憲革命に参加、国会議員となり、アフマドカバム内閣で財務大臣となる。パフラビー城成立後の1944年に国民戦線を結成、民族主義を標榜しながら政治経済の両面で影響を及ぼしていたイギリスへの抵抗運動を始める。就任、編集1945年8月の第二次世界大戦の終結後、 トゥーデ島が1949年に非合法化されると、ほぼ唯一の反植民地主義的勢力となり、国民の支持を得、1951年に行われた民主的選挙により、イランの首相に就任した。石油国有化政策、編集第二次世界大戦においてイランは、北はソ連、南はイギリスに占領され、戦後も、イギリスの影響力の強い政権が続き、 アングロイラニアン石油会社は、アバダンの石油を独占し利益を独占。イラン国内に石油による利潤はほとんどもたらされない状態が続いていた。そのような中、以前から存在した石油生産の国有化案を民族主義者モサテクは、石油国有化政策へとつなげていった。イギリスは、怪獣案として、アングロイラニアン石油会社の利益をイギリスとイランが、 半々ずつ受け取るという石油協定の改正を提案するが、モサーテクはこれをイギリスのイラン支配継続の意図を見て断固として反対した。石油国有化はイランの完全な主権回復を主張する運動のシンボルとして国民の支持を得て盛り上がりを増し、1951年の首相就任後に石油国有化法を可決させてアングロイラニアン石油会社から 石油利権を取り戻し、石油産業を国有化する。それによりイギリス、その後ろ盾てとなるアメリカをはじめとした西側諸国から猛反発を受けたことから、対抗するためソ連に接近。1953年にはソ連イラン合同委員会を作り、ソ連と関係を深めていった。このことは西側諸国にイラン共産化の危機感を抱かせたが、実際には、 モサーテクは共産化を警戒し、また、ソ連もモサーテクをブルジョアと警戒し、積極的に受け入れようとしていなかった。失脚、編集勝利を祝う、クーデター支持者たちイラン産石油は、イギリスやアメリカの国際石油資本の報復より、国際市場から締め出され、それにより、イラン政府は財政難に瀕した、モサーテクの政治基盤の国民戦線は、 様々な勢力の緩い連合体であったため、宗教勢力を指導していたアイアートラーの離反など、国民戦線は弱体化していきモサテクの支持は失われていく。アメリカとイギリスは再び石油利権を取り戻すため、CIA により大量の資金を軍人、反政府活動家などへ投入することで暴力による政府転覆を目指す内政干渉の秘密工作を行い、 その結果、1953年8月15日から19日の皇帝派によるクーデターによって、モザテクを含む国民戦線のメンバーは逮捕され失脚した。これにより、ファズロ・ラザ・ヘリ将軍が首相に就任し、民主的政権からモハンマドレザ・パフラビーの独裁世襲による王政となった。石油産業の国有化は骨抜きにされ、米国資本を中心とする。 国際石油資本がサイドイランに回帰した。モサッテクは不公正な裁判により死刑判決を受けたが、執行されず3年間投獄され、その後に自宅難勤となった。晩年は地域の貧しい農民たちを集め、無料で食事や医療を提供する活動などに力を入れて1967年に死去した。アメリカがクーデターを組織した背景には、 当時のイランの共産化への危惧があった。だが、民主的に選ばれた政権の転覆は、イラン国民の対米感情に癒しがたい傷を残した。モサッテクの生涯に、大国の利害の間で翻弄される。イランの現代史を重ね合わせてみる心情は、イラン国民の間に根強い、列強に抑圧された、イランのシンボルとしてモサッテクは生き続けている。1979年に起きたイラン革命の時には、 モサテクの顔の写真や絵画を掲げて称えられた。イラン国内では、モサテクは外国勢力とも宗教勢力とも距離を置き、真の独立を目指した指導者として知られる。半ば深刻化され今も彼を慕う国民は多い。しかし、現在の宗教政権からは、反欧政、反欧米では一致するが、非宗教的という点では相入れないため国民の、 過剰な妄想っていく人気は警戒している。ありがとうございます。